必ず春が来る。今は冬。春はスプリング。はい、必ず春が来る。いつまでも冬ではない。季節が今冬、はい、必ず春が来る、はい、で必ず夏が来る、はい、夏、サマー、はい、インドネシアはずっと夏、はい、いつも夏雨です雨か、あ、そう、雨のシーズンがある、はい、雨季か、雨季です。で日本は今冬、春、夏、次に何が来る？秋。お、すごい。秋が来る。木曜日ここ北海道は冬が長い。うん、が短い。寒くても必ず春が来る。はい、で皆さんの春の人になるんです。そうそう、みんなもね、日本語が今日は少ししかわからない。でも必ず皆さんにも春が来る、日本語が分かる時が来る。ただ目的がないと頑張れない。そうも頑張りましょう。ゆりかさんが自分の考えをインドネシア人の知らない人に話す、それ恥ずかしいですか？ここは日本、あなたたちはインドネシアの人です。でも働く場所は日本、ね、働く、一緒に働く人も日本人。日本語もとても難しいです。世界の、言葉ね、の中で日本語は難しい言語、ランゲージの一つと言われています。毎日しゃべってるから、たくさんいろんな民族がいますね、うん、働きながら勉強しなきゃいけません、ね、諦めてしまう人もいます、はい、もう5年でいいかな、はい、はい、疲れたから帰ろうかな、インドネシア。おお、ダメですね、ダメですね。だから頑張りますね、どんなに辛くても頑張ります。5年間じゃあどうやってどのようにどんなことをして5年間頑張りますか？気持ちだけではダメですね、はい、気持ちで試験は合格できません、はい、目標があります。目標5年間の今ここですね、はい、ここ1年目入国しました。1年経つと2年目、3年目、4年目、5年目、自分たちが、うん、このここで在留資格の、そう在留資格の、これ在留資格介護、そうそれを言うと、これ介護福祉士にライセンスが取れると在留資格はこの名前が何になるかというと介護です。そうです、そうです、介護、うん、介護という在留資格だから、うん、在留カードのここが、うん、そうチェンジ、介護ということになります。ここがね、そうするとこの在留カードは価値、バリューがとても普通の人は取れないカードのプレミアムライセンス、レベル、そうとてもいい在留カードになります。そうすると周りの日本人もあなたたちを見る目が違います。おお、素晴らしい。それからまた老人の介護、ね、日本人お願いしますね。食べるとき、ノーと言いました、うん、どうするのいい、どうしたらいいですか、どうしたらいいですか、はい、日本人難しいですね。なぜこれが嫌だというのはどうしてなのか、理由クリシアン、だからお腹痛いとか、これは嫌いだけどもこれは食べる、他の食べ物をあげます。だこれどうぞって言ったら、いらないいらないって言ったら、じゃあこれはどうですか、これもいらないいらない、はい
どうしたんですか、お腹痛い、うん、あるいは眠たい、お腹いっぱいです。皆さんの介護の仕事、老人と老人保険、老人とコミュニケーションを取る仕事、毎日話す、そうするとそのうち分かるような気持ちと言葉が、毎日話をする、高齢者とね。インドネシアの老人ホームでもお年寄りと話してたでしょ、はい、老人は多分皆さんのことが大好きな、インドネシアのことを知りたがる、インドネシアのことをもっと教えてっていうふうに、日本の老人は皆さんから話を聞きたがる、聞きたいっていう、インドネシアのことを説明してあげて、でいっぱい質問してください。で一番最初は挨拶、挨拶をする、おはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。皆さんが、リンダさん、はい、1年後あるいは3年後こうなりたい、5年後にインドネシアに帰りたい、あるいは介護福祉士を取りたい、これはドリーム、はい、ドリーム、ドリーム、あの目的、はい、これ非常に大切、3年働く、はい、5年は介護福祉士、そうそう、介護福祉士を、介護福祉士を取るための資格は3年働く、で4年目5年目でライセンスの試験にトライする、でライセンスを取る、長く生きると介護が必要な人が増える。日本とインドネシアの違いをちゃんと見つけてください。インドネシアは日本のケアギバー、ケアワーカーはドリームです。すべての国々のすべての人たちのドリームになる、好きです、長く生きるはすべての夢です。すると新しい仕事が増える、ニュービジネス、介護だけじゃなくてもっと違う仕事が含む、ロボット、ロボットを作る、それから車椅子を作る、車椅子ホイールチェア作る、介護用の IT 機器作る、その高齢老人のために、あるいは介護のために、そういう仕事がたくさん増えてくる。ベースは介護の仕事でも、その先に夢がある。定期的にそれをオンラインでお話ししましょう。はい。